ユーリー・リボービチ、コルーシ語、ウクライナ語、意味、ユーリー、レーブの子、1252、7年から1308年3月18日、は、流陸町の公の一人で、ベルズ公、第5代ハール・イチ・ボルイーニ大公であり、ルーシュの国王でもあった。ユーリーは、ハール・イチ・ボルイーニ大公国の四大公、レーブ・ダヌイーロビチの着難として2252年に、生まれた。 最初は、ホルム町を治めていたが、1264年からは、ベルズ公国の公となった。父の死後の1301年、ユーリーは、ハール一ボルイーに大公国の五代目の大公となった。彼は、強い中央政権国家を目指し、国内に存在した、諸明公国を廃止して、州を設定し、諸明公国の将校たちの代わりに大官を任命し、一手で、 国を支配しようとしていた。さらに、モンゴル人の従属から離脱しようと試み、自らの称号を、ルーシュの王に、改めて独立を宣言し、ジョジュルスの支配下に置かれていたキエフを中心とした、ルーシュの領有権をめぐって争い出した。1302年、ハール・イッチ・ボルイーニ大公国が、モンゴル人とフ和になったきっかけで、隣国のポーランド王国と、ハンガリー王国は、 ハール一ボルイーに対抗国へ侵入して、ルブリン州とザカルパッチャ地方の一部を奪った。それに対してユーリーは、西側から侵入してきた両国の要求を認め、和平を結んだ上で、政略結婚によって同盟を作り、東側のジョチウルスと対立し続けた。また、ドイツ騎士団と友好関係を維持し、北方のリトアニアの来襲を防いでいた。年、 ユーリーは、コンスタンティノポリ総主教庁の許容を得て、ハールイチ不主教区を創立した。キエフ不主教座が、北東、ルーシのウラジーミルに先座したため、ハールイチボルイーニ大公国は代わりに、自らの影響下にある権威としての新不主教座を、必要としていたからである。また、北東ルーシにおいて、モンゴル人の区靴となったキエフ不主教と縁を切り、 ルーシの正教会を敵国に依存しない教会として回復させるためであったとも言われる。1308年、ユーリー・リボービチは死去した。彼の反モンゴル戦略とルーシの再建国の事業は、彼の子息、アンドリー・トレーブによって受け継がれた。最初の妻は、トベリコーヤロスラフ3世の娘クセニア、や、二番目の妻は、エウフェミアク・クヤブスカである。二人の妻との間に、 以下の指示を設けた。ありがとうございます。